滝川市立図書館は、北海道滝川市にある公共図書館である。市役所庁舎に入居しており、市の財政圧迫を抑えつつ、利便性の高い立地を生かしたサービスの向上、利用促進並びに、中心市街地の活性化を図っている。また、東日本大震災の際には、たまたま同時期に廃止された移動図書館車を活用して、 被災地絵本を寄贈するなどの支援活動を行った。滝川市の図書館の歴史は、1962年7月に、現在の平和公園の南隣に建設された児童会館に図書室が開設されたことから始まる。児童、生徒用の図書300冊からのスタートだった。その後、滝川市総合開発計画の教育、文化振興構想に基づき、1973年に、 独立した図書館が滝川市文化センターの隣に建設された。市民に親しまれる図書館、子供を育てる図書館、市政資料センターの実現を目指す図書館として同年6月に開館した。建設当時は斬新なデザインの図書館施設であったが、時代の経過とともに求められる設備やサービスのあり方が変化し、閲覧スペース不足や、 バリアフリー対応の不十分さなどが目立つようになり、利用者ニーズに応えられなくなった。また、施設の老朽化が進行したことに加え、耐震工事の必要性も浮上した。そこで、これらの問題を解決するため、2006年に図書館移転検討委員会が設置され、2007年からは図書館整備準備委員会として、図書館のあり方について議論が進められたほか、 市民に対するアンケートによる意見収集も行われた。市の財政事情も踏まえて検討が重ねられた結果、市街地中心部に位置し、職員数が削減され空きスペースが生まれていた。市役所庁社内へ移転することが決定した。移転工事は2011年10月に完了し、同年11月に開館した。移転に伴う経費は約1億8000万円で、 旧図書館の耐震補強の想定経費よりは割高となったが、新築移転する場合の10分の1であった。市役所への移転により、開花面積は従来比で約2倍、開花件数も約1.7倍となり、旧図書館の課題であったバリアフリー化や閲覧席の充実化も果たされた。移転に合わせて図書館システムも導入され、貸し出し冊数は5冊から10冊に増やされた。 また、開館時間も平日19時まで2時間延長され、年間の開館日数も約330日に拡大された。2012年には、国学院大学北海道短期大学部図書館と、相互協力に関する協定を結んだほか、近隣にある滝川市立病院や学校、商店街などとの連携を深め、様々な展示や催し物が、こまめに実施された。 移転後の図書館には利用者から好意的なコメントが寄せられている。2012年度には年間来館者数が10万人を超え、旧図書館に比べて約3倍、1日あたりの貸し出しも約660冊と約2倍に増えた。さらに、市街地の賑わい創出に関する各種事業との連携により、都市の賑わい創出、回遊、滞留ルートの形成も進んでいる。 本図書館は11階建ての滝川市役所庁舎の2階に入居する。館内はワンフロアで開花冊数は6万冊、図書収容能力は16万冊である。書夏を低くして全体を見やすく、車椅子で利用しやすいように書夏の間も広く取られている。閲覧スペースとしては読書席140席、小上がりスペース、学習室が用意されている。それらに加えて、 小さな子供から高齢者、障害者なども利用しやすいように、授乳室、幼児用、トイレ、ベビーカート、子供と荷物を一緒に乗せられる、ショッピングカートなども設置されている。新図書館の特徴としては、出会いと命の森と題して、図書館全体を森とイメージし、旧図書館での日本中新聞類法に基づく図書の配下からテーマに沿って、 児童書と一般書を一緒に集めたゾーン形式の配下に変更した。全体は8つの森で構成され、乳幼児向けの絵本の森から始まり、子供が大人になっていく成長過程に合わせてお話、知識、文学、命、暮らしの森といったテーマに沿って図書を配置されており、館内を一周することで発達段階に合わせた本や情報と出会うことができる。 滝川市立図書館を利用できるのは、滝川市内に居住している人、滝川市内に勤務、通学している人、並びに、館長がやむを得ない理由があると認めた人である。基本的なサービス内容は、以下の通りであるオッパックが導入されており、市庁舎内の市立図書館と、エベオツ図書コーナーの蔵書検索や予約が利用、可能である。両施設内の端末及び館外から、 インターネット経由でアクセス可能。JR 北海道滝川駅から徒歩で15分程度。前述の通り図書館が市役所庁舎に入居しており、北海道口では珍しい施設である。市役所は中心市街地に立地しており、市役所に来たついで買い物や通院のついでバスの待ち時間などでも利用されている。かつて滝川市立図書館では、 移動図書館車を運行していた。車両はプラタナス号と名付けられ、1974年に運行を開始し、2010年4月の時点において、市内29カ所を月1回のスケジュールで巡回して、図書の貸し出しを行っていた。しかし利用者が減少したことにより、2011年3月に廃止された。一方で2008年には、1994年から、 図書館への寄付を続けていた国際ソロプチミスト滝川より車両1台が寄贈された。この車両はキッズブックカーと名付けられ学校などへの図書の運搬に用いられている。2018年にも国際ソロプチミスト滝川より2台目が寄贈された。プラタナス号が廃止されたのは2011年3月末であるがその月の11日には東日本大震災が発生していた。 滝川市教育長は引退したプラタナス号を活用して被災者支援を行うことを発案し、被災地の子どもたちに絵本を届けようプロジェクトとして具体化された。この取り組みでは被災した子どもたちに笑顔を取り戻してほしいという趣旨で絵本や図鑑といった子ども向けの本を市民から寄贈してもらった。そして寄贈図書に市内の子どもたちによるメッセージカードが添えられて、 被災地に届けられることとなった。図書の寄贈には、近隣の足別市、砂川市、深川市、新戸津川町、歌市内市の図書館も協力した。寄贈図書は、プラタナス号とキッズブックカーに積み込まれ、震災発生から約1ヶ月後の4月17日に、滝川市職員らの運転で、被災地に向けて出発した。被災地では、 車両ごとに2班に分かれて4月19日から22日まで、気仙沼市、南三陸町など11市町、延べ15カ所の避難所を巡回した。絵本など4750冊を寄贈したほか、読み聞かせ活動なども行われた。滝川市では、市立図書館のほかに、以下の市の施設等に、図書コーナーが設置されている。エベオツ図書コーナーのみオパックが導入されている。 一部の図書コーナーは管理人が常駐していないため、利用時間等は事前に問い合わせる必要がある。ありがとうございます。